もう本当に限られたトレーニングしかできないのでまずその辺のところはあこの招集のところからうんいろいろとね、えーまあ、移動も含めて映像なりこうしてもらいたいというもののそのやり取りっていうのは多分始まっていくと思うんですよ。でその中でやはりこう特にまあアウェイでのね直接対決になるわけですから。 まあここに対してしっかりとね、自分たちがこう受け身にならずに、いかにこうスタートからね、主導権を、主導権と言いますかね、やはりもう、握っていけるかというところが、まず積極性が大事だと思いますので、まあ、そこらの辺の入り方っていうのはね、まず全体で共有していくっていうことが大事だというふうに思うんですよね。あのー、まずは得点を取ってね。 にに行くととといいううころが、まあ、プランだというふうに思うんですよねで、まあ、その中でもこの森保監督が作ってきた中では守備の安定からやっぱり全体の、ね、主導権を握るといいますかそして自分たちのボールになった時には自分たちの時間を作れると、まあ、こういう比率といいますかねそれをうまくゲームの中でね作り上げていくということが、まあ、ポイントになるんじゃないかなと。 というふううふに思うんですよねこっちで、えー、昨年やった戦いで勝てましたけども、まあ、その時はちょうどねシステムを変えてオーストラリアからすればねちょっと立ち位置が日本のチームのね変わってきてたわけですから、まあ、今回はもうそれをしっかりと分析した中から入ってきますし、えー、もう一つはやはりシドニーの今の気温を見たらね、えー、やっぱり20度から25度あるんですよね。 ですからここへの順応といいますか、それも日本の選手たちはしていかなきゃいけないところもありますし、まあ、あのやっぱり90分の戦いで、どのようなやはりスタートを切って、そしてゲームの中の変化に対して対応し,、えー、していけるかと、まあ、ここが非常にポイントになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。 やはりしっかり相手を見て戦っていくということが大事だと思うんです。微妙な立ち位置だと思うんですけどもあの中盤の、ね、3枚がどのようなあやはり立ち位置をしているかということでもやはりディフェンスラインとフォワードのラインのつ、ね、なぎということがやっぱり変化変わってきますし日本はそれをうまくこう変えたことで非常にこう 連動したた、ね、と、えー、ところがあ出てきたと思うんですよね、えー、攻撃的なあところのつあ後ろからのビルディングアップからあやはり攻めることとそして、えー、中盤で相手の攻撃を引っ掛けてそこからの速いカウンターですよね、まあ、今世界的にもトレンドになってるもう引いてリトリートしてから出ていくんじゃなくて。 攻撃するために積極的に出ていく守備と、まあ、この辺のところが、ね、非常にこうスムーズになってきたというふうに思いますので、まあ、ここのメカニズムをしっかりオーストラリアに対しても、ね、対応できるように、えー、まず試合前にプランを立てながら、そして試合に入ってからの今度、相手の立ち位置を見ながら、そこを対応していくということが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思っています。 森保監督はやはりこう非常にね、えー、しっかりと選手たちとコミュニケーションを取ってまあ、あの個々の持っているその持ち味っていうのを活かしながらねチームをこう押し進めていくというところが非常にある監督だというふうに僕は思ってます。まあ、そういう意味であの本当にこう相手を見ながら各プレーヤーのね、うん、立ち位置って言いますかね、えー、そして 持ち味を組み合わせていくと、まあ、ここを十分考えながら全体で、ね、機能させるっていうことを進めていいいくとううふうに思いますね過去の,ねそのデータはデータですからまたもう選手う戦ってる選手も違いますし、まあ、本当にこれはまた新たな歴史の1ページといいますかね、えー、もうアウェーでどんな戦いになるかと。 いいいうううとところにになるというふうに思いま,すまあ本当にその戦う時期もね違いますしシチュエーションも変わっていると思うんですよねただ今回も言えることはあのオーストラリアもホームでこれに勝てばという大一番で臨んでくるっていうことは間違いないですしまあそれを本当にこう受け身になってね 日本は引き分けでいいやという戦いにはならないということはもう絶対だというふうに思いますね。